はい、今日もピクミン3デラックスやっていきます。前回謎生物との最終決戦が始まったものの、日没が来たので一旦逃げたところだったね。鬼ごっこが盛り上がってきたのに、夕方5時が門限だから帰らざるを得ない子供みたいな物悲しさがあったな。まあ大人になった今は夕方5時まで遊べば十分じゃないとか思っちゃうけどね。子供の遊びに対するスタミナは無尽蔵よな。さて、謎生物に挑むピクミンの比率はどうしようか。特殊行動も岩ピクミン投げでなんとかなってるし、ギミック解除の岩ピクミン20匹、戦闘要員の赤ピクミン80匹でどうだろうか。比率が極端。でも、まあ、もし解けないギミックが出てきても、オニオンまでの距離が近いから再編成は容易だね。ボス戦の途中でパーティ編成できるみたいなもんだからな。しねえ。これはあからさまに岩ピクミン用ギミック。今のところ赤ピクミンと岩ピクミンでなんとかなるギミックしかないんだよね。しかし相変わらず回避をしようとすると攻略ヒントが誤爆する。誤爆自体はいいんだけど、攻略ヒントは見たくないので毎回ヒヤヒヤしております。そんなこんなで30秒も未だに炎ギミックを吐いてます。このまま倒せちゃうぞ。いいのかと、なんか、こっちが不安になってきた。今のところ、前のステージのクソデカ沼嵐の方が苦戦してたからね。と、メモデータが、かけらの中から入手できたの。体内にメモデータあったのか。で、そうか、メモ帳アプリのバグで落としてるとか言ってたけど、オリマーの体から直接落としてるのかな。飛んだら羽ピクミンに任せろ。ああ、そうか、羽ピクミンには空対空能力があったな。すっかり忘れてた。じわじわ総ピクミン数が削られてきてるし、羽ピクミンの増援を呼ぼうか。そうだな、戦いながら誰かに増援を呼ばせられないかな。そんな極限みたいなことを。てなわけで行ってこいチャーリー。ああ、チャーリーも呼んでしまった。これにはチャーリーも困惑。ブリトニーさん、不甲斐ないチャーリーの代わりに行ってきてくれ。申し訳ないが、操作ミスの責任転嫁は NG。一気に塊を3個吐くようになった。あ、僕のブリッツボール試合会場みたいな水球は初見だね。まずは炎の赤ピクミンの突撃で壊すか。って突撃じゃ壊せないのか。地味にあの子は浮いてますので。状況が混沌としてきたな。なんとか立て直してきたかな。なんだかんだで、もう38匹死んでるがな。忙しくて、増援に手がつけられない。その機能をちらっと見たやつ、電気だったのか。まずい、対処できないギミックしかないぞ。いよいよもって死ぬがよい。完全に追い詰められた。一旦生存だけを考えよう。よし、今がチャンス。増援頼む。増援ピクミンの比率はどうしようか。黄色と青色と羽を均等に頼む。やっぱ全色必要でした。この世に必要のない色のピクミンなんていないんだ。ホビーアニメの主人公みたいなこと言いやがって。でも、実際に遊ぶとなると、絶対に使わないなこのカードってやつはあるよね。悲しいな。歴史が長いゲームだと、完全上位互換がよくあるからな。まあ、めちゃくちゃ燃えた。えらいこっちゃ。炎上範囲が思った以上に広い。炎ギミックは一番危険かもしれんな。水晶ギミックも転がって踏み潰そうとしてくるからかなりやばい。水ギミックが一番平和だな。動かないし壊しやすいし。お、飛んだな。今こそチャンス、痛い。鋭利な触手を伸ばしてきて、的確に隊員に突き刺さりました。隊員をちゃんと狙ってくれ、アイテム初めてだな。隊員の HP は、まだ6割ほどあるけど、油断できないね。
あいつら、飛んでる間に羽ピクミンを向かわせるの、難しいな。もう、謎生物の HP は 2% ぐらいだけど、その 2% が全然削れないね。HP が減ると、どんどん小さくなって走るようにもなってるし、厄介すぎるな。このボス。とは、ダイレクトアタックはやめろっちゅうねん。お前、それでもデュエリストか。デュエリストじゃねえ、リアリストだ。うぎゃ、死ぬぞこんな。ブリトニーさんの HP がもう 5% ぐらいになってしまった。隊員が死ぬのが先か、謎生物が死ぬのが先か。覚悟を決めろよ。よっしゃー。勝った。思った以上に激戦になったね。まさかピクミンじゃなくて隊員が死にかけるとはな。めちゃめちゃ大事にされてる。あの謎生物、オリマーのことが好きすぎである。というわけで、今回の動画はここまで。次回はエンディング。お楽しみに。といったところで、今回はこの辺りで。お疲れっした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。